めちゃん。ははモリピョン今どっか行ってたよね。うん、行ってた。はは、超可愛いんだけど。ねえ、なんかあった？ああ、ただ本当にぼーっとしてました。そっか。ねえねえ、最近はどう？そういえば、カイ君だっけ？うまくいってんの？え？ああ、そんな人もいましたね。え？そんな感じ？結構長くなかった？1年くらいかな。どこで別れたっけ？その頃ちょっと荒れてたからな。モリピョンが荒れてほしくない。ルール被ってた時期もあるし、その人たちと付き合ってたのかもよくわかんないんですよね。男ってめんどくさいですよね。軽い感じかなと思ってたら意外と本気モードやったり、すぐに彼氏ずらしてくるやつとかね。めんどくさいわ。へえ、強っ。モリピョンって強っ。そうですか？自分じゃわからないですけど。そっか、私はそんなに自由にできないからいいなってね。姫ちゃん、そうかな。そういえば前の彼に戻ったんでしたっけ？まあね。何なんですか？良くないですか？どうなんだろうね。なんかわかんない。難しいよね。彼氏のこと好きですか？いやあ、やめて。タクシーについてくんの。ね、どうなんだろう。何？モリピョンの方はどう？私は、悩んでる。なんか私今めっちゃ振り回されてる気がするんですよ。私男に依存してるコミュ障の女ってめっちゃ嫌なんですよ。世の中で一番嫌いなんですよ。でも自分がそうなってる感じが最近めっちゃ嫌なんですよね。そうなの？聞いてくださいよ。この前ね、付き合って2ヶ月の記念だったんです。それで向こうがちょっといいレストランを予約してくれたんですよ。ナイフとフォークみたいなとこ。あ、知ってます？料理もこんな小さいんですよ。でもめっちゃ美味しい。あれって小さいから美味しいんですかね？どうなんだろうね。でもあれ、こんな小さいの食べててお腹いっぱいになるって思ってても、気がついたらやっぱりぐらいお腹いっぱいになってるよね。なる。めっちゃお腹いっぱいになる。そうなんですよ。そんな言ったことないけど。そうそうそう。それで、そうなんですよ。なんかそのレストラン行った日、今まで生きてきてそんなことあるかってくらい、めっちゃ疲れててめっちゃ眠かったんですよ。ほんま死ぬかってくらい。それでも私は頑張って起きてたんですよ。これはやばいなと思って、こうやって目を開けてたくらい。はっ、それはやばいよね。でもこうなっちゃうじゃないですか。そしたら向こうが、眠いやったらトイレでも行って寝てこいやって言うんですよ。え、どういうこと？トイレで寝てこいって、何？逆にそれでいいの？何？わからん。え、どういうこと？トイレの便座で寝るなんて無理だよ。しかも20分も彼氏一人でほっとくんでしょ？ですよね。無理ですよ。できないですよ。そうなんです。でも頑張ってもこっくりしちゃうんですよ。そしたら彼氏がめっちゃキレてきて、デザート食べてないのにもう帰ろうって言い出すんですよ。え、デザートは食べたいって言ったら、じゃあ俺先に帰るわって一人で帰ってったんですよ。私一人お店に取り残されて、ほんま泣きながら二人分のデザート食べて帰りましたよ。モリピョン泣く。泣いた。帰り道も泣いた。久々にあんなに泣いた。私ちょっとやばいでしょ。モリピョンがというより彼氏も相当やばいよね。やばいでしょう。でも好きなんです。泣くあ。え、無理。え、怖い。私めっちゃカラスに攻撃されるんですよ。どうしよう。覇気じゃない、やったるぞみたいな覇気じゃない。モリピョン、二人でやるよ。え、何？どうすんの？いや、と思う感じ。行くよ。せーの。どうしよう。二人で一斉にわーってやりましょう。怖い。せーの。チェケラッチョ。チェケラッチョ。チェケラッチョ。チェケチェケ。
ケチェケラッチョイエイチェケラッチョイエイチェケラッチョイエイチェケ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 ラッチョイエイチェケラッチョイエイチェケ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 ラッチョイエイチェケラッチョイエイなんか楽しそうだね。今朝から